トリガーの収録お疲れ様でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。レビアタン役の加田聡です。ベルゼブブ役の矢口恭平です。アスモデウス役の三浦アイムです。どうもです。どうもです。順番逆だった三浦君と。いや、言おうと思ったら急に入られたからびっくりしてちょっとガが強い感じですね。恭平さん怖くなっちゃった怖くなっちゃったじゃあ今回はこの3人ということでね、はい、非常に私加田聡は心強かったですけども、お二人はどうでしたか？心強い、もう本当に歌が上手いお二人に囲まれてね、もう安心して収録できましたけども。いやいや、俺は俺でこう三浦くんがいて安心っていうのはありましたけど。そうですね、僕も僕がいてすごい安心しましたねいや、常におるやろおらん時あんのかいっていう話ですけどまあ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 ね。今回このトリガーっていう曲はどうでしたか、アイムさん的には？いや、すごいかっこよくて、うん、ただものすごい本格的なラップするなとは思いましたあ、そうだったね。ねえ、なんかアスモがラップするのって珍しいなって思った。うんうん、まあまあまあ皆さん、ね、なんかもう本格的すぎてリズムとか取るの大変じゃなかったですか？いや、震えましたね、曲聴いた瞬間からまあでもベールはよくラップ担当が多いので、はい、なんかすごくそのパートが今回多かったから、はい、すごくやりがいはありました。じゃあもうぜひ聞いていただいてこの出来栄えを、はい、確認していただきたい感じですか？でもレビ難しかったね。めちゃくちゃ難しかった。バックトラックがね、すごい変わるから雰囲気とかも。そうそうそう、なんか何をやらすねんっていう気持ちと練習しても自分が上手くなっていかんことにイライラしてたねイライラしてきてたから。いや、でもすごい良かったんちゃう？いや、まあまあまあ、でも完成したものを聞いたときに、うん、なんか全てがちゃんとまとまってて、ああ良かったなっていう気はしましたね、うん、なんかもう当たり前だけど韻を踏むってなんか気持ちよくない？ん？何？韻を踏むえ、あれと当たり前じゃないこれって、なんかすごいなんか同じような言葉を重ねていくっていうところで、ちょっと踏んでみてくださいいや、なんだよその無茶ぶりは。だっていつもラップ担当してるって言ってたから。ラップ担当してるなら、いやいやいや、僕らに教えてくださいよ。それはこう、もう今ね、収録した曲を聴いていただければっていうところじゃないのラッパーのくせに今だって即席で作れるのは本職のラッパーさんでしょ。俺ラッパーじゃない。めちゃくちゃ言い訳しだしたよ言い訳でもないけど。うわ、汗かいてきたわ。汗かいてる本番では書かなかった汗が出てきたわまあまあまあね、まあ、こんな感じで僕ら3人楽しく収録させていただきまして、はいはい、トリガーもすごいいい曲に仕上がったと思うので、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、はい、そうですね、はい、Obey Me The Album 2に収録されているということなので、はい、そちらの方ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。レビアタン役の加田聡とベルゼブブ役の矢口恭平とアスモデウス役の三浦アイムでした。ありがとうございました。ありがとうございました。結局飛んでんな